I am Kirika and 静岡で生まれ育ちました。この素晴らしい景観に恵まれているこの静岡の土地で家族と友人と地域の人たちと一緒に平穏に暮らせることはありがたいことだなと思っています。大学では国際関係を専攻しています。学べば学ぶほど日本で生きていることは幸運だなと強く感じます。ですがいろいろな問題があるという点で日本も例外ではないと思います。例えば世界の最新のジェンダーギャップ報告書によると日本は156カ国中120位という結果でした。さらに日本は30代以下の若者の自殺率がとても高いです。先進7カ国の中で死因の1位が病気でも事故でもなく自殺というのは日本だけです。日本の平均寿命は世界でトップにもかかわらずです。それでもやっぱり日本は恵まれていると思っています。他の国と比べて日本の失業率はこのコロナ禍においてさえも先進7カ国の中で一番低い状態を維持しています。ですが正直に言うとやはり日本には何かが欠けていると感じています。それは宗教や信条の自由、人間の幸福を世界で推し進めることに対する積極的なコミットメントだと思います。日本は G7 首脳会議で主要な役割を引き受けていますが本当に世界のリーダーになるには日本人は思想、良心及び宗教や信条の自由を全ての人のためにどこにおいてもしっかり支えていく必要があります。世界や市場の真の平和と繁栄を日本が求めるのであれば日本人は模範でなければならないと思います。多様性と幸福を促進するようなやり方で宗教や信条の自由を支えていく必要があると思っています。海外に目を向けると抑圧と残虐行為の犠牲者がいます。宗教的信条や政治思想が違うために攻撃されている人々です。しかしそういう生き方は本来しなくていいはずです。全ての人が職場でも社会でも受け入れられて尊重されて自分の才能を自由に発揮できる日本であってほしいと思います。そして日本が全ての人の良心、宗教及び信条の自由の権利を堂々と支えている、そういう未来であってほしいと思います。みんなで一緒に世界で宗教の自由に向けた社会的変化を支えていくことができると、そう思ってます。